ミャンマー有機の国境船着き場ムアンラノーン軍は、イ南部、ラノーン県にある軍である。なお、ラノーンは、ラノーン県の県庁所在地でもある。ラノーンは、タイ語のレーノーンから来ている。レーノーンとは、水の溜まる鉱石という意味である。これは、ラノーンが、鉱物資源に恵まれているから付けられた名前だと、言われる。アユタヤ王朝時代には、ラノーン付近は、人間の住まない。 単なる森であった。しかし、着林王朝初期に、チュムポーン県から人が入植し始め、バーン、ポーンランという村を作って統治した。そのうちその村の有力者であった、ナイノーンが、ルワン・ラノーンの官位を国王から賜り、ラノーンの国主となった。その後、1854年にルワン・ラノーンが死んだ、ことにより、元氏が、 プラヤーラッタナセーティーの関与ラーマ四世から賜り、ラノーンの国主となった。ラノーンの国主は、その後世襲され、その一族はナラノーン家となった。軍としては1896年に、ムアンダノーン軍の名で成立したものの、1918年に、軍長のあるタムボンカオニウェートの名前に合わせ、カオニウェート軍と改称された。しかしその後、1938年に再び、 ムアンダノーン軍と解消された。ムアンダノーン軍の西はアンダマン海に面しており東はプーケット山脈の一部である。軍北部にはラムナムクラブリー国立公園があり、軍南部にはカオフワラーン森林公園、ナムトックガオ国立公園があり保護されている。また海にはパヤーム島、チャーン島などがあり、パヤーム諸島海洋国立公園として保護されている。 交通は、ラノーン空港が設置されている他に、国道4号線が南北に通っており、北にチュムポーン方面、南にタクアパー方面と繋がっている。軍南部から国道4006号線が東に伸びており、ランスワン方面と、軍北部から東に4091号線が伸びており、ラウン方面と繋がっている。ミャンマー最南端の町、コートンに船で行くことができ。 旅行者にも国境は解放されている。かつては、ミャンマー側での行動範囲に制限があり、ヤンゴンなどに陸路で抜けることはできなかったが、この制限は2013年8月28日に暫定的に撤廃された。ムアンダノン軍の主な産業は、漁業と農業である。農業生産品は、油や氏、パラゴムの木や果物である。ムアンダノン軍は9つのタムボンに分かれ、 さらにその階に39の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には9のタムボン養成体がある。ありがとうございます。